ウェーク軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は90万993人であり、2000年の62万7846人から43.5%増加した。州内では人口で第2位の軍である。軍庁所在地は州都でもあるローリン市であり、同軍で 人口最大の都市でもある。ウェーク軍はリサーチトライアングル大都市圏に属している。その中にはローリー、ダーラム市、ケイリー町、チャペルヒル町とその周辺郊外部が含まれている。この名称はローリーとダーラムの中間2959年に建設されたリサーチトライアングルパークから来ている。この都市圏は アメリカ合衆国国勢調査局の使用するローリー・ダーラム・ケイリー広域都市圏に広がっている。都市圏人口は2010年国勢調査で174万9525人であり、ローリー・ケイリー大都市圏の人口は2010年4月1日時点で113万490人となっていた。国内の成長速度が高い自治体として、ウェーク軍のケリー長が第八位。 ローリン氏が第15位となっており、ウェーク軍は第9位の軍だった。軍政府は、ウェーク軍軍政委員会である。ウェーク軍となった地域の住人として知られている早期の、ものは、タスカローラ族インディアンである。彼らは1711年のタスカローラ戦争で、敗れ、ニューヨーク地方に移動して、色濃い連邦に加わった。ウェーク軍は1771年に、カンバーランド軍。 ジョンストン軍、オレンジ軍のそれぞれ一部を合わせて設立された。最初の軍庁舎は当初ウェイクコートハウスと呼ばれ、現在はブルーズベリーという村に建設された。1771年、最初の選挙と議会が開催され、最初の民兵隊が編成された。ウェイク軍は他の軍の設立により、その領域を減らしてきた。1787年のフランクリン軍の設立、 および1818 18年と1911年の2度ダーラム分に領域を譲ったのがこれに該当する。ノースカロライナが植民地であった間に首都はニューバーンに置かれていた。アメリカ独立戦争中と後の数年間首都がない時期があり議会は様々な場所で開催された。1789年から1793年はファイエットビルが首都だった。 1793年にローリーが高級的なシュートになった。1792年、高級的なシュートの場所を選定する委員会が指名された。この委員会は、ジョン・ヒルトン大佐が所有するニューズガー対岸の土地を好んだが、最終投票が行われる前の晩に休会となり、ジョエル・レーンの家に行って会食した。翌日投票結果は、レーンの思惑通りとなった。 レーンは、ウィリアム・トライアン植民地総督の妻、マーガレット・ウェイクにちなんで、ウェイク軍を名付けた。ローリーは、ウォルター・ローリー教にちなんで名付けられ、レーンから購入した1000エーカーの土地に1792年に建設された。ローリーは、ノースカロライナに足を踏み入れたことはなかったが、1585年に、州内ロアノーク島にイングランドの北アメリカでは、 最初の植民地設立を講演していた。ローリーは州都かつ、ウェーク軍の新しい軍庁所在地になった。南北戦争のカロライナ方面作戦が展開された1865年4月13日から15日、モリスビルで、モリスビルステーションの戦いが起きた。北軍ウィリアム・シャーマン将軍と南軍ジョセフ・ジョンストン将軍との間で、南北戦争では最後の開戦となった。 北軍機兵隊指揮官のジャドソン・キルパトリック将軍が南軍ウェードハンプトン将軍やジョセフ・ウィーラー将軍の指揮する部隊を破って大慌てで後退させた。南軍は西に向かう列車を使い残っていた物資や負傷者を最後の宿営地になったグリーンズボロに向けて必死になって輸送していた。キルパトリック将軍はモリスビルキを見下ろす高台に大砲を据え、 騎兵隊がこの小さな村から南軍を追い出して多くの大事な物資を残していかざるを得なくさせた。しかしベントンビルの戦いやアベラスボローの戦いで負傷していた兵士たちは列車で何とか運び出すことができた。後にジョンストン将軍はモリスビルに宿営していた北軍に連邦を走らせ、シャーマン将軍に急戦を話し合う会合を持ちたいと伝えさせた。 数日後の1865年4月17日、二人の将軍はダーラムに近いベネットプレイスで会合し、この戦争で最大規模の降伏となるものの条件について議論を始めた。ウェーク軍は7人の委員で構成される、軍政委員会が統治している。委員は軍全体を選挙区に選ばれ、任期は4年間である。2年ごとに3人、または4人が改選される。 委員会は、資産税率の設定、土地利用の規制、自治体以外の選挙区割、年間予算の採択など方針を策定する。会合は、毎月第1および、第3月曜日に開催される。ウェーク軍は、地域自治体の組織である、トライアングル J 自治体委員会のメンバーである。ノースカロライナ州会議児童ノースカロライナ州は、昔から保守的な州だが、 ウェーク軍は2大政党が競い合う地域にある。1960年からの13回の大統領選挙で民主党候補がウェーク軍を制したのは4回のみだが、選挙戦は常に接戦であり、1980年のロナルド・レーガンの場合は全国的には対象したが、ウェーク軍ではわずか1%の差をつけただけだった。最近では、 共和党のジョージ・ W ・ブッシュが2000年に53%を取ってアルゴアを制し2004年は51%対49%という僅差でジョン・ケリーを破った2008年民主党のバラク・オバマは56%対43%でジョン・マケインを破った州全体の選挙でも近年は民主党が前線している1998年 アメリカ合衆国上院議員選挙で民主党のジョン・エドワーズがウェイク軍を制し結局現職共和党員のラウチ・フェアクロースを破った2000年マイク・イーズリーがウェイク軍で55%を獲得し州知事に当選した2004年イーズリーは対抗馬のパトリック・バレンタインに対して59%対40%という大差で再選された2008年の州知事選挙では 民主党のビバリー・パーデューが51%対45%で、ウェーク軍を制した。民主党上院議員候補のアースキン・ボールズが、ウェーク軍で52%を得たが、州全体では逆に、リチャード・バーが52%を取って当選した。2002年、共和党のエリザベス・ドールが、ウェーク軍で55%を得て、ボールズを破り、州全体でも大差で当選した。 2008年には、経平岩が道路を56%対40%で破った。民主党に投票する人は主に、ローリー氏に住み、共和党に投票する人は、軍の北部と西部に多い。ローリーの郊外部とケイリー長、アペックス部は、大半が不動票であり、彼らが最近は民主党を支持している、可能性がある。ウェーク軍は、その選挙法について、 司法省に認定を求めない軍の一つである。州内100軍のうち40軍が選挙権法に従い、その選挙法を司法省から審査されなければならない。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は857平方マイルであり、このうち陸地832平方マイル、水域は25平方マイルで、水域率は2.95%である。 ウェーク軍は、ノースカロライナ州の中央部北東にあり、ピードモント大地と大西洋岸平原が接するところである。この地域では、内陸のクリークや川に滝が出現することで、その位置を結んで、滝線と呼ばれている。軍内の地形は穏やかにうねる丘陵が、東の海岸平原に向かって、傾斜を作っている。ピードモント大地の中央にあるので、東の大西洋岸まで来るまで、 約3時間、西のグレート、スモーキー山脈までは、車で約4時間の位置にある。軍内の水域としては、クラブツリー湖、クラブツリークリーク、ジョンソン湖、ニューズ川があり、またフォールズ湖とジョーダン湖の一部が入っている。ウェーク群は20の空区に分割されている。バートンズクリーク、バックホーン、ケイリー、シーダーホーク、ホリースプリングス、ハウスクリーク、リーズビル、 リトルリバー、マークスクリーク、メレディス、ミドルクリーク、ニューズ、ニューライド、パンサーブランチ、ローリー、セントメアリーズ、セントマシューズ、スイフトクリーク、ウェイクフォレスト、ホワイトオークの各軍区である。空港、鉄道、バスなど、ローリーダーラム国際空港に着陸する、ロンドンガトウィック発アメリカン航空ボーイング777機種用、高規格道路フォールズ湖、 山から海へ、ノースカロライナ自転車道2号線が群内を通り、他にメイン州からフロリダ州へ、アメリカ合衆国自転車道1号線、ノースカロライナ自転車道5号線、ケープフェアランがアペックスから海岸都市ウィルミントンをつないでいる。ウェーク軍は温暖な亜熱帯気候であり、春、秋、冬は温暖である。夏は通常暑く、湿度が高い。 冬の最高気温は、下肢50度台前半、最低気温は、下肢30度台前半から半ばであり、下肢60度を超えることも稀ではない。春と秋は、下肢70度台前半から半ばになり、夜間は、下肢50度台前半となる。夏の日中は下肢80度台後半から下肢90度台となる。雨が多いのは7月と8月である。ローリーの国立気象観測所では、 冬季に平均7インチの雪を観測する。日雨やみぞれも降り、時には日雨を伴う暴風で被害が出る。2010年7月時点で、ウェーク軍の失業率は国内平均よりもかなり低かった。軍経済は、ダーラムとローリーの間にあるリサーチトライアングルパークに大きく影響される。このパークは国内最大の工業団地であり、 ハイテクとバイオテクノロジー研究の中心であり、また、繊維の開発も行われている。160以上の企業が5万人以上を雇用している。大手雇用主は IBM、グラクソスミスクライン、シスコシステムズなどである。産業基盤は、電気、医療、電子、通信機器、医療とアパレル、食品加工、紙製品、薬品である。農業では、タバコ、綿花、 小麦、大豆、トウモロコシが栽培されている。世界最大級の民間ソフトウェア会社 SAS インスティチュートがケーリーにある。その他軍内にある企業としては RBC センチュラ、プログラスウェナジー、デックスワン、3D ソルブ、カークエスト、ベアロックフーズ、コットンインコーポレーテッド、エピックゲームズ、ロードコーポレーション、デノボグループ、テケレク、レッドハット、 ゴールデンコーラル、マーティン・マリエッタ・マテリアルズがある。2007年の雑誌フォーブスでは、ローリーとケイリーを国内で食を見つけるための最良の都市に挙げていた。またこの地域はキャリアを積むための最良の場所にもなっていた。また同じく2007年の CNN では、この地域を食の成長で第3位、技術労働者の地域第1位に挙げていた。 さらに b i z j o u r n a l s c o m は職を求める若者にとって第4位の場所に挙げていた。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。以下のリストは2010年国勢調査による人口順の自治体である。ウェーク軍の自治体と軍区ノースカロライナ州立大学の記念小島軍内には8つの高等教育機関がある。 メレディスカレッジ、ノースカロライナ州立大学、キャンベル大学のノーマン・アドリアン・ウィギンス法学校、ピースカレッジ、セント・オーガスティンズ・カレッジ、小大学、サウスインスタン・バプテスト・神学校、ウェイ、ノースカロライナ州立図書館は、州内の図書館、州政府のコイン、警学者、州民の役に立っている。ローリーには2巻ある。軍内の公共教育は、 米区軍公共教育学区が管轄しており、児童生徒数は13万4000人と国内第18位の大きな学区である。高校20校、中学校30校、小学校93校、特殊学校8校がある。さらにチャータースクール9校、私立学校31校もある。認証された教師にとっては第1位にランクされる学区である。 ウェーク軍公共図書館システムでは、軍内20カ所の図書館を運営している。ローリー市には10カ所ある。ウォルナットクリーク円形劇場では、国際的な巡回公演を載せている。プログレスエナジー芸能センターには、ローリー記念樹木園、フレッチャーオペラ劇場、ケネディ劇場、メイマンディコンサートホールが入っている。ノースカロライナ州才の間、ドートンアリーナでは主たる出し物を載せている。 ローリー氏のローリー・リトル劇場、シアター・イン・ザ・パーク、ノースカロライナ州立大学のスチュワート劇場でも演劇が行われている。ケイリーには、アプローズ。ケイリー・ユース劇場、ケイリー・プレイヤーズ・コミュニティ劇場、ボンド公園のサートマ演劇場、コカ・ブース演劇場がある。その他に、アペックスのヘイル・カルチュラル、芸術センター、ガーナーのガーナー歴史公開堂がある。 地元のカレッジや大学も演劇を見る機会を提供している。ノースカロライナ公共楽団、ノースカロライナオペラ団、ノースカロライナ劇団、カロライナバレーなどプロの団体もある。ノースカロライナ美術館は、州西グラウンド近くのブルーリッジ道路沿いにある広大な敷地を占めており、ワシントン DC からアトランタまで優れた大衆芸術を集めている。アメリカ美術、 ヨーロッパ美術及び古代美術のコレクションに加え、近年はオーギストロダンやクロードモネの作品を展示し、20万人以上の入場者を集めている。大半の公立美術館とは異なり、公的資金によって高級的収蔵品として多くの作品を取得してきた。屋外の公園は国内でも最大級の美術公園となっている。 NHL のカロライナ・ハリケーンズが1997年にコネチカット州ハートフォードを離れた後、暫定的にグリーンズボロを本拠地にしていたが、1999年からはローリーを本拠地にしている。ホームアリーナは PNC アリーナであり、ここではコンサートなどのイベントも開催されている。ハリケーンズは州内唯一のメジャースポーツチームであり、2006年には、 エドモントン・ウィラーズに勝って、スタンレーカップを獲得した。ユナイテッド・サッカー・リーグのカロライナ・レール・ホークスが、ケーリーを本拠地とし、ウェイクメド・サッカー・パークで試合を行っている。マイナー・リーグ野球のカロライナ・マド・キャッツが、ウェイク軍東部を本拠地にしている。球場は、セブロにある、ファイブ・カウンティ・スタジアムである。リサーチ・トライアングル地域では、 pga ツアー参加の web.com ツアー購入のレックスホスピタルオープンを1994年から開催しており、ゴルフ場はローリーのウェイクフィールドプランテーションを使っている。ノースカロライナ州立大学のバスケットボール試合 RBC センター、現在は PNC アリーナアトランティックコーストカンファレンスと全米大学体育協会ディビジョン I に属する。 ノースカロライナ州立大学が PNC アリーナでバスケットボールをカーター・フィンディ・スタジアムでアメリカンフットボールの試合を行っている。他の高等教育機関としてはセント・オーガスティンズ・カレッジ、メレディス・カレッジ、ピース・カレッジ、および小大学がある。軍内に3つの州立公園がある。ホールズ・コ州立、レクリエーション地域、ウィリアム・ B ・アムステッド州立公園。 およびジョーダン湖州立レクリエーション地域である。フォールズ湖州立レクリエーション地域は軍北部にあり、広さ12000エーカーのフォールズこと26000エーカーの森が入っている。アムステッド州立公園はローリーダーラム国際空港に近く、ローリーとケイリーの間にある。週間高速道路40号線に近く、2つの部分に分かれ、 クラブツリークリークとリーディクリークが流れ、広さ5579エーカーの森がある。上段湖州立、レクリエーション地域は一部が、軍内アペックス近くにあり、広さ13940エーカーの上段湖と46788エーカーの森が入っている。この公園は、白桃和紙が生息することで知られている。軍内には五十二カ所の軍立公園。 市立公園、公立水泳場とテニスコートがある。さらに53カ所のコミュニティセンターがある。主なものとして、プーレン公園とイエーツミル公園がある。アメリカンタバコトレールは、長さ22マイルの配線跡を使った道であり、リサーチトライアングル地域にある。この道の15マイルが軍内にあり、歩行者、自転車乗り、乗馬などに開放されている。軍内には、レックス病院、 ウェイクメド、デューク、ローリー病院という三つの総合病院がある。ウェイクメドは、主要施設に加えて、軍内七カ所に支所を運営している。ありがとうございます。